廃探検小学生の頃俺は友達と2人で廃屋探検に行きましたターゲットは町内でも田舎な地域にある家で結構新しいのに無人前の住人が自殺したとか殺されたとかそういう噂が立っているところでした学校終わってすぐその家へ向かう段取りだったのに 俺が職員室に呼ばれて説教をくらっていたせいで出発が随分遅れました。しかもコンビニ寄って立ち読みしてたりで現場に到着したのは夕方6時ごろ。広い産業道路沿いの一角に塀に囲まれた一軒家です。周囲の空き地はすすぎが茂り放題でいかにも空き家って雰囲気。俺は 遅くなると怒られるよなぁとチキン入ってたんですが、友達はやる気満々です。軽々と平用を乗り越えた友達は早速玄関のドアをガンガン引っ張りました。でも開かない。二人で手分けして入るところを探したんですが、窓は雨戸用のシャッターが閉まっているし、裏口には鍵がかかっているしで、とても入り込めそうにありません。 この時点で俺は半分諦めてたんですけど、相変わらず全力投球な友達に気を使い、一応やる気の欠片ぐらいは見せておこうっていう軽い気持ちで、引いてダメなら押してみろってな、なんて言いながら玄関のドアを押してみました。すると、信じられないことにあっさりと開きやがったんです。マジかうっせえろ 友達がダッシュで駆け寄っていきました。ボルテージは最高潮です。これはなんかあるで。などとつぶやきながら余裕の土足で上がり込んでいきます。仕方なく俺も後ろから家の中に入りました。初秋で外は結構明るかったのに、家の中は薄暗い。というよりほとんど真っ暗でした。 俺の持ってきたキーホルダーの豆球が頼りです探検ムードは盛り上がるばかりうわ突然ある部屋の入り口で先行してた友達が後ろに飛びのきましたおそるおそる中を覗くと部屋の真ん中に人影が立っていました俺らとためぐらいの子供が懐中電灯を持ってこっちをじーっと見ています 白っぽい服を着た、見慣れない顔の女の子でした。お前、誰や。友達が聞きました。でも、返事はありません。何してるんだよ。今度は俺です。探検。その子がぽつりと言いました。 いつここに入ったんやまた友達が聞きましたが女の子はそれを無視して「ここはまだ入り口なのでもこの奥に」とそこで言葉を切り部屋の奥にあるドアを指さしました「一緒に行きましょ」う。 それを聞いた友達はその扉に向かって突き進んでいきます。俺は気味悪かったけど仕方なく後に続きました。女の子が俺の後ろからついてくる気配がしました。ドアを開けると机と椅子が置いてあるだけの書斎みたいな部屋でした。別に変わった感じはしません。 何もない。普通の部屋やな。友達が言いました。残念。突然、女の子が妙に明るい声を出し、俺はなぜかゾクッとしました。ここのアイテムは私がゲットしました。 そんなふうに言ってポケットから写真を何枚か取り出しましたなんだそれ壁に貼っってあったなそう言って見せてくれた写真はおっさんが何人か写ってる写真でしたただどの写真も背景がべったりと黒一色に塗りつぶされていてそれが不気味でした おかしな写真やね女の子の妙に明るいノリも気になります次はこっちよ俺たちは女の子に引っ張られる形で家の中をうろつきましたどの部屋もほとんど真っ暗なんで俺の小さいライトで届く範囲しか見えません女の子はなぜか懐中電灯をつけようとしない それでも目が慣れてくるとなんとなく様子がわかるようになってきました。なんてことのない普通の部屋ばっかりでした。いい加減飽きてきて「もう帰ろう」と言いかけたところで廊下の突き当たりのドアの前に来ました。そのドアが変です。よく見るとドアの上の方。 ちょうど小窓がありそうなあたりに分厚い木の板が釘で打ち付けてありますノブの,のところには蝶つが式の鍵と南京錠まるで何かを閉じ込めているような様子です南京錠は外れていたんで俺が鍵を外してドアを開けました長い廊下が先に続いていました 両側は板が打ち付けてあるばかりで、外の様子は全然見えません。渡り廊下かな。俺、友達、子供の順で暗い廊下を先に進みました。俺の後ろには友達がいるはずなのに、気配をあまり感じません。ずいぶん離れて女の子がついてきているようでした。 時折、後ろから声が聞こえます。妙に浮かれた口調で何か喋っていますが、内容はわかりません。突き当たりにドアがありました。さっきのと同じようなドア。小窓に板が打ち付けてあって、鍵もついています。ただ、こっちの鍵は引きちぎられたように壊れていました。 それを見た時に感じたのはものすごく嫌な予感です。それなのに俺は一気にドアを開けたんです。真っ暗な部屋でした。真っ暗じゃなくて真っ黒。壁や床、天井もそうだったと思うけど全てが真っ黒に塗りつぶされた部屋です。 隅の方に写真が立てかけてありました家みたいな感じの人の写真でもはっきりとは見えませんでしたそれよりも目を奪われたのはドアから見て右側の壁そこに押し入れがあってこっち側の戸が開いていました中にはキノコが生えています ぬるぬるとした粘液にくるまれた赤黒い小さなキノコ。それがびっしりと押し入れの床や奥の壁まで覆い尽くしていました。押し入れの床も壁もヌメヌメと光るゲルにまみれて内臓みたいに見えました。出来の悪い悪夢のような光景に吐き気を覚えながらもそれに見入られるかのように いつしか俺は中に足を踏み入れようとしていました、はあ突然耳元で声が聞こえました「入ったら死んでしまうのに」低い男の声でした。 背筋が急にゾクッとして振り向くと目の前に友達の顔がありました。何とも言えない表情です。悲しそうな、嬉しそうな。でも、どこを見ているのかわからないうつろな目部屋の中の光景とは違った意味で俺は吐き気を催しました。それでも勇気を振り絞って目の前の友達に声をかけようとしました。 <owad> おい。その時、足首のあたりがひんやりとした何かに包まれました。そのままぐっと締め付けてくる。ぬるりとした柔らかい感触。何かが部屋の中から俺の足首を掴んでいる。うぅ <laughs> 俺は思わず悲鳴を上げ、友達を押しのけて廊下を走りました。前方の暗闇に女の子の姿が見えます。 あたりに響き渡るかんだ高い笑い声。もう恐ろしくて気が狂いそうでしたが、無我夢中で走りました。どこをどう走り抜けたのか気がつくと俺は外に出ていました。しばらく走って道路沿いの自販機コーナーでようやく一息つきました。ズボンをまくり上げ自販機の明かりで照らしてみると、足首に異常はありませんでしたが、 逃げ出す時にあちこちぶつかったのか傷やあざがたくさんついていました。廃屋であったことについて俺が覚えているのはここまでです。あとは家に帰るのが遅くなって親にひどく叱られたことぐらい。セリフとか言い回しとかの脚色は多少ありますか 95%ぐらいは本当にあった出来事です。こうやって整理してみると、改めて気づいたことがあります。それは、記憶がかなりいい加減だなってことです。なんというか、アンバランスで歪なんですよね。鍵のかかったドアや、女の子に見せてもらった数枚の写真、 そういうディテールは細かいところまではっきり覚えているんですけど、家の中の様子なんかは曖昧な記憶しかない。ただ、感触っていうか、感情っていうか、怖いとか気持ち悪いとか、そういう記憶が残っているだけなんです。廊下の突き当たりの部屋に関しても、黒い部屋だったっていう印象ばかりが強くて、中がどうなっていたのかはほとんど覚えていない。 部屋に写真があったのは見てるけど、どんな写真なのかわからないんです。ドアを開ける前の嫌な予感だったり、足を掴まれた時の感触だったり、そういう自分の感じたことは昨日のことのように蘇るんですけどね。例外は、押し入れの中の光景と耳元の低い声、振り向いた時の友達の表情、特に 友達の顔はは目に焼きき付いいいて離れないくらいはっきりと覚えてたんです。ところがあの後友達がどうなったのかは覚えていないだから気になって調べようと思ったんですよそれが3日前の話です名前もわからないんで卒業アルバムで顔を探そうってパラパラめくりましたそしたらいないんです 記憶の中の顔と一致する奴はそんなはずはない。あの時学校で待ち合わせして一緒に行ったんだから。絶対同じ学校にいるはずだって何回も見直したんだけどいない。そこで改めてその友達の顔を思い出そうとしたんですが、暗い部屋の前で振り向いた時に見た顔以外全然思い出せない。 うつろなあの表情が、俺の中に残された記憶のすべてでした。それだけじゃないんです。ずっと仲のいい友達だったと思ってたのに、そいつと一緒に遊んだ思い出が、その廃屋へ行った時のものだけだってことに、その時初めて気づいたんです。そんなバカな、そう思って、もう一度アルバムをめくるうちに、 あるページのところで手が止まりましたそこにはあの廃屋にいた女の子の顔写真が載っていたんです慌てて他のページも確認しましたその顔は卒業アルバムの至るところに載っていました名簿にはちゃんと名前も住所も書いてあります 正体不明だと思っていた女の子の存在を確認したことで、俺の記憶はいよいよあやふやなものになり下がりました。少し迷ってから、俺はその女の子、仮に K とします、に連絡を取ることにしました。幸い母親が K の携帯番号を教えてくれたので、早速電話してみました。 最初は気厳な口調だったイも事情を話すと、ああ、あの時の、と思い出したようでした。っていうか、聞いてみるとイはあの時のことを克明に覚えていました。イはあの日、あの廃屋の近所に引っ越してきました。で、辺りをブラブラするうちに廃屋を見つけたイは、 塀の隙間から中に入り、すでに開いていた玄関から上がり込んで探検を始めました。やがて書斎みたいな部屋で数枚の写真を見つけました。それを見ているうちに持ってきた懐中電灯の明かりが消えてしまった。それで少し怖くなり探検を続けるか迷っているところで誰かが玄関のドアを開ける音が聞こえてきました。 てっきり大人が入ってきて怒られると思って身を固くしていたところへ現れたのが自分と同じぐらいの年頃の子供だったのでほっとしたそうです安堵感でちょっとハイになったケイは探検を続けるように持ちかけましたあの時のちょっと芝居がかったしぐさは多少の演技を交えて好奇心を刺激するケイの作戦だったわけです 女ってのはつくづく怖い生き物だと思うそのかいあって現れた子供とケイは一緒に家の中を探検し始めましたそこで2人になったから探検続けたんだよあそこでやめてたらえちょっと待って俺は慌てて聞き直しました 二人ってだから私とあなたの2人じゃない他に誰がいるっていうの一緒に廃屋をさまよううちに K は俺の行動がおかしいことに気がつきました誰もいない方向に向かって話しかけたり誰かの後を追うように歩いたり。 そういうのが気持ち悪くて、K は少し離れて俺の後ろをついてまいりました。やがて、あの渡り廊下に差し掛かったあたりで喋り声が聞こえてきました。K はてっきり俺が独り言をつぶやいているんだと思ったそうです。本当に大丈夫か ?K の好奇心は一気に膨り上がりました。そして、 俺が黒い部屋のドアを開いたとき、K はものすごい悪臭を嗅いだんです。思わず口を押さえ、後ろを向こうとしたとき、低い男の声で、死んでしまうのに、というのが聞こえました。見ると、俺がうつろな目をしてこっちを向いている。 真っ暗な部屋を背にした俺は背景を黒く塗りつぶされているように見えました。まるであの写真のように。それで K は振り向いて逃げ出したんです。俺と同じく夢中で逃げるうちにいつしか自分の家の前まで来ていたそうです。K はそれからしばらく悪夢に悩まされました。その後、 学校でお礼を見かけることはあってもあの時のことを思うと声をかける気にはならなかっただから今日までの俺は K のことを覚えてなかったんです最後に K がこんなことを言いましたでもねこういうことを言ったらなんだけど あなたの言う友達っていうの今もいるんだよきっとえほらさっき二人って聞き直した時あったでしょあの時あなたの声にかぶってたよマジでって低い男の声